朝鮮の22代国王ジョンジョ。彼は父であるサドセジャの墓を当時最高の場所であったスウォンに移し、毎年父の墓を訪ねた。当時ハニャンからスウォンまで行き来する行幸は約7泊8日を要したが、ハンガンで休む際に国王が過ごした特別な空間がある。先に亡くなった父を偲び、豪健な国の夢を抱いた場所、竜と鳳凰が舞った場所、ヨンヤンボンジョジョン。ハンガン大橋の南端入り口、正面6マス、側面2マスの東屋が1棟、ソウル特別市有形文化財6号ヨンヤンボンジョジョン。ハンガンとノドゥル島を見渡せるこの場所は、ジョンジョ国王がファソン行幸の途中に滞在し行列を整えた場所である。父であるサドセジャの悲惨な死を目の当たりにしながら、何もできなかった11歳のチョンジョは後に強力な君主となり、豊かな強国を成し遂げると決意した。彼が大いに即位し最初に下した勅書は次のような文章から始まる。我はサドセジャの息子である。失墜した父の名誉を回復させ、強力な王権を行使させようと毎年盛大な参拝行列を執り行っていたチョンジョ。彼は父の墓を参拝する道のりを行幸としていたが、行幸とは民が幸福な行列という意味だ。ハニャンとスオンを往来する約7泊8日にわたるファソン行幸は、国王の権威とともに強力な国家の権力を誇示しながら、民の声に耳を傾ける巨大な祝祭の場であった。上元と劇商、主礼たちとの対面を通し国民の要望を解決、特別科挙試験による人材登用、宴会による国民福祉の実現、大規模な軍事訓練を通じた安保強化に至るまで、チョンジョのファソン行幸には様々な意味が込められていた。その過程の中で6000名を率いて多忙な日程を消化していた国王が、しばし休息を取りながら行列を整備した場所がまさにヨンヤンボンジョジョンである。悲運の死を遂げた父を参拝しに行く童貞、ゆったりと流れる川を見つめながら、チョンジョはどんな夢を追っていたのだろうか。北側の高くそびえ立った山と流れるハンガンの姿が、まるで竜がうごめき鳳凰が舞うかのごとく億万年と続く国家の基盤を意味するような、国民が幸福な国、力強く豊かな国。チョンジョが夢を抱いたヨンヤンボンジョジョンは、ハンガンとノドゥル島の景色が一望できる夜景の名所として愛されており、韓国の首都ソウルで歴史文化に触れられる観光名所として生まれ変わった。墓へ行く道のりの途中、ヨンヤンボンジョジョンに登り、父であるサドセジャを慕うチョンジョの心を込めた曲。진꽃처럼 마지막